4回の裏、これでこの回3本目となるホームラン。ホームランでの追加点、優位になっているか。選手全員が出迎えます。1点を追加、4点差に広がりました。ただいまのホームラン、もう一度見ていただきましょう。これは勝利に近づく追加点になったことでしょう。バッター大引き、バッターボックスに入ります。バファロー、さあ追加点となるホームランが出ています。第1球、これも痛烈な当たり。この打球はどうなる。レフト、この当たりは、打ったバッターは二塁へ向かいます。ツーベースヒット。伊藤、バッターボックスに入ります。バファローズ、レフトへのツーベースヒットでランナーを出しました。最初のボールは、これも鋭い当たり、破った、きれいに破りました。この回ヒットを重ねていく。次のバッターとなります、坂口、打席に入りました。この回7人目のバッターです。第1球は外から攻めていきます。2球目、チェンジアップ打った、センターへ落ちました。このヒットで2桁のチーム10本目のヒット。三塁ランナーホームイン、タイムリーヒットが飛び出した。さらなる点が入ります。5点差に広げました。バッターは2番川端、打席に入ります。バファロー、さあタイムリーヒットで1点を追加しています。最初の1球、まずは変化球から入りました。この回は打者8人目まで攻撃が続いています。次のボールは、ドンピシャのタイミング、ヒットになりました。さあヒットが飛び出した。さあ次のバッターに繋ぎました。後藤、打席に入ります。那須川さん、これでヒットが出ますと先発野手全員安打ということになります。ああ本当によく打ちますよね。何を投げてくるか。まずはスローカーブを見せました。上がったがどうだ、落ちるかどうだ、取った、サードランナーがタッチアップで帰ってきます。サードランナーがホームベースを踏みました。1点が加わります。この回5点目、6点差になっています。バッター井出、打席に入ります。この回は打者一巡、ビッグイニングを迎えています。どこから狙うか。初球見送っていきます。次の2球目、低めのボール打って、一塁アウトで3アウトチェンジです。さて試合はバファローズリードのまま5回に入っていきます。5回の表、カープの攻撃、先頭のバッター大林、打席に入ります。5回まで来ました。第1球です。
最初は外に持ってきました。わずかに外れてワンエンドワン。これも外目に行きました。3球目はどうする。低めスライダーで追い込んでいます。外に決まった。バッターは6番丸。バッターボックスに入ります。初球です。コーナーをいきなり突いてきます。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。外の球は外れています。目を打ってショートへの当たり、一塁アウト。ショートゴロに終わっています。バッター広瀬、バッターボックスに入ります。低めのボール打って抜けた、抜けました。ここでヒットが出た。次のバッターを迎えます。石原、打席に入っています。さあカープ、ツーアウトからヒットが出ています。まずは初球見送りました。2球目です。ボールになります。外へ2つ続けました。ここは見ます。3球とも外に持ってきました。バッティングカウントになったが、ここはまっすぐ。これではバットが出せません。やっとスイングアウト三振、スリーアウトチェン。さあバファローズ、この後5番から始まります。5回の裏、バファローズの攻撃。この回の先頭バッター、T 岡田、打席に入りました。第1球は、初球わずかに外れてボール。外への変化球は決まりません。ボール2つ続きました。さあ3球目、低めのボール打った。1、2塁間です。アウト。セカンドゴロに終わっています。バッターは6番ガルディルス、打席に入ります。
どこから行くか。最初は変化球持ってきました。次はストレートできました。これで追い込みました。次はどんなボールを持ってくるか。打ってライナーになった。ワンバウンドヒットになりました。ランナーが出る。打ったバッターは一塁ストップ。次のバッターとなります。竹原バッターボックスに入ります。バファローライトへのヒットでランナーを出しています。最初の球は右へ、ヒットになりました。ファーストランナーセカンドベースを蹴った。ワンアウトランナー三塁一塁。この回もチャンスを作りました。次のバッターを迎えます。大引き打席に入っています。最初のボールは、これは痛烈、大きな打球になった。さあサードランナーが帰ってきます。打ったバッターは一塁を蹴った。レフトからセカンドへ。今サードランナーがホームイン。1点追加。これで7点差になりました。古田さん、結局ここまで引っ張る形となりましたが、いかがでしょうか。ちょっと遅めの交代になりましたよね。そうですよね。もう少し早くても良かったでしょうね。さあここで2番手ピッチャーにスイッチします。梅津、ワンアウトランナー三塁二塁というピンチでのマウンドになります。果たしてどんなピッチングを見せるのか。さあランナーは三塁二塁に変わっています。辰川さんにお伺いしましょう。バファローズの攻め方はどう思いますか。やっぱりこの点差があってもね、チャンスは確実にものにしたいですよ。2球目、あっと今度変化球。スライダー、あっとこれは惜しい。次が5球目、高いボールを打ちました。セカンドへの打球アウトです。セカンドゴロに終わりました。次のバッターとなります坂口、打席に入ります。何を投げてくるか。まず際どいコースをついてきました。2球目です。インコース、変化球低めに持ってきましたがボールになります。バッティングカウントになった。変化球はわずかに外れました。強烈な当たり、破った、きれいに破りました。セカンドランナー三塁を蹴った。続いてセカンドランナーもホームイン。センターへのタイムリーヒット、2点を追加。どんどん点差を開いていきます。次
のバッターを迎えます。川端打席に入りました。この回7人目のバッターということになります。最初の1球、高い打球になりました。取ってこれで3アウト。さあカープ、この後 DH から始まります。今日は変化球中心の組み立てになっています。京セラドーム大阪は6回の表、カープの攻撃、 DH からの打順になります。赤松打席に入ります。初球はを振っていきます。どう攻めるのか。また変化球できました。3球目はどうする。打っていった、打球はセカンドへ、あーっとそれた、守備の乱れ。これはピッチャーの投球リズムも影響してるのか。